まずホークスの先発は三浦瑞樹でした。その立ち上がりです。はい、増田をショートゴロに打ち取ります。こう立ち上がりは打たせて取るというようなピッチングになりました。まあ風も強かったですね。そうですね、はい、で攻められたというのはあるんじゃないですかね。はい、内野ゴロと2つの外野フライで三者凡退に抑えます。一方の工夫早手の先発は二宮でした。そして今日はホークス牧原が実戦復帰、1番 DH で起用されます。その第1打席、ここはセカンドゴロでした。まあスイング2打席見る限りはそんなに影響ないでしょうから、はい、あとは数多く打ち込んでからでしょうね、はい、その後ワンアウト満塁と二宮を攻めましたが、はい、野村勇が6-4-3のダブルプレー、二宮は0点に抑えました。3回です。牧原大成の第2打席です。はい、ここはファーストゴロでした。で心理的には悪くないですから、はい、今日は牧原実戦復帰だったんですが2打席で交代ということになっています。さあ4回の三浦のピッチング、増田をセンターフライ、まあ、ここまではもうパーフェクトに、ね、そうですよね、抑えてましたよね。コントロールよくね、はい、ジェリンソン、バスケスは見逃し三振、そして福田は空振り三振ということで4回まではパーフェクトピッチングでした。一方の工夫早手の二宮ですが得点圏にランナーを進めるんですが、はい、うわいい攻めだったですよね、はい、しっかりと要所を締めます。試合が動いたのは5回です。ツーアウト満塁と三浦がこの試合初めてピンチを迎えます。バッターボックスには中村、まっすぐをセンターへ弾き返しました。タイムリーヒット、そしてセカンドランナーホームを狙いますがここはタッチアウトになりました。いいプレーですね。そうですね、さすがカロンの好返球がありました。1対0、ウルハエテが2点先制します。7回です。ホークス代打の谷川はサードライナー、1名は空振り三振、そして渡辺陸は三者凡退、工夫早手の二宮は三者凡退に抑えるというピッチング、はい、そして三浦の8回です。2アウト1塁、はい、この打球ですよね、はい、ライナーでいくとこう伸びていくっていうね。テニソン・バスケスがセンターオーバーのタイムリースリーベースヒット、これで1点追加して2対0とリードを広げました。その裏8回です。2番手の工夫早手、奥田が制球を乱し、はい、2アウト満塁、代打は石塚、一打同点のチャンス、いい、やはり、ね、いい打ち方ですよ。でもね、ライトの守備範囲でした。抜けてればもう3点入りますからね。 そうですね。そして9回です。古川がバウンドに上がりました、まあ、エラーのランナーもいたんですけれども、一塁三塁となって義母がセンターへタイムリーヒットを1点追加します。今日は本当センター返しが多かったので ね、はい、これを意識していけばいいんじゃないですかね、はい、そして最終回にはかつてホークスでもプレーしました藤岡がマウンドに上がって、最後渡辺陸をファーストゴロに打ち取ってゲームセット、3対0で工夫早手が今シーズン初めてホークス相手に勝利を収めるという一戦になりました。まあね。